池のカモ、ストーリー、大江智行、出演、地引き号。カモをいじめたら退学だってさ。もうこれを聞くのは何度目かわからないくらいだ。この変な学則の噂を話す時の先輩方はいつもどこか得意げだ。今日もカモは空を忘れてのんびりと池の中を泳いでいる。時々顔を水の中に突っ込んでみたり、思い出したように羽を揺らしてみたり、誰もこのカモにちょっかいを出そうだなんて思わないだろう。このキャンパスは本キャンパスから60キロメートルほど離れた山の中にあった。電車の最寄り駅からバスに揺られてさらに25分、それでようやく着くようなど田舎だ。池のカモはここができた時、田舎にぴったりの贈り物として送られてきたものだった。カモ池はキャンパスのちょうど南の端にあり、まるでそこだけぽっかりと開いた穴のようだった。池の周りは芝生が茂り、そのさらに外側をキャンパスを一周するバスの道路が囲む。暖かい季節はこの芝生で過ごす学生もとても多い。カモに触っても退学になる。カモに関する変な学則の噂はどんどんあらぬ方向にエスカレートしていった。こんな根も葉もない話であっても、小さなキャンパスでは流感のように広がった。いつしか学生の間では、カモは不可侵な存在として扱われるようになっていった。カモは本来渡り鳥らしいという話を聞いた。にわかには信じられなかった。だってここのカモは飛んでる姿もろくに見せたことがない。きっと空のことなど忘れてしまっているのだろう。今日もカモ池の周りには長いバス列ができていた。夕方を過ぎると帰る学生の列がカモ池の周りを囲むように伸びるのだ。秋も終わりに近づいていたのか、周囲が薄暗くなるのはいつもより早かった。これじゃあバスから見えなかったのもうなずける。カモの親子が道路を渡っていたなんて。今思えばいくつも要因が重なっていた。学生はカモが池から出て道路を渡っているなんて考えもしなかっただろうし、カモもまた天敵がいないのだからどこを歩いても大丈夫と思っていただろう。とどめに、小さなカモの親子が道路を横切るには辺りは暗すぎた。カモが、という声を聞いた。他にどのくらいの学生が気づいただろうか。そこにいた数十人の長い列はほぼ全員がスマホに夢中だった。仮に気がついても、鳥なのだから地上が危険なら空に逃げるくらいに思っただろう。しかしカモはなぜか飛ばなかった。カモの代わりに飛んだ人がいた。その人は列に並ぶほとんどの人間が気がつく前にいち早く道路に飛び出した。カモ親子を有無言わさずにひっつかみ抱きかかえて反対の茂みに自分ごと飛び込んだ。グエッともグワッともつかない声で不満を訴えるカモ。人間に捕まれたことなんてただの一度もなかっただろう。
全く自分たちが命の危機に瀕していたことなど理解していない様子だった。もう一人、ほぼ同時に飛んだ人がいた。列を飛び出て道路の真ん中に立って、バスの前で両手を広げて訴えた。運転手に急ブレーキを踏ませたが、そのおかげで万が一の事態も免れた。この光景をなすすべもなく見ていたのが俺だった。俺は二人のヒーローのように飛ぶことができなかった。ただ事態に唖然とし、一人不甲斐ない思いをかみしめた。だからこの話をここに書き残すことにした。飛べないから地べたでただただ筆を動かす。飛べるのに飛ばない鳥がいたり、飛べないのに飛べる人がいる。今日も池のカモは俺の気持ちなど知らず、空を忘れてのんびりと泳いでいるのだろう。